こんにちは、直樹です。今日もね、サンフランシスコのね、フィッシャーマンズワーフというところにおります。はい、それでね、こんな感じであのカニがね、売ってあります。で、今日は平日なので、 あとね、ちょっとその前に、こっちの右の方に行ってみようか。ホテルの人も、ウーバーの運転手の人も、あのおすすめのね、レストランっていうのを聞いたらね、あそこのね、フランシスカンっていうところで、もう私もすでにあの食べてはいるんだけども、やっぱりね、あそこは間違いがないらしいよね。はい、で、横を見るとね、ああいうふうな、なんかカニパンみたいなね、シーフードをカニとか入れたサンドイッチみたいなパンがあったりするんだね。ちょっとこっち行ってみようか。で、すでにここはね、もう1回来てるけどもね、もう一度ね、行ってみようね。そしたら、道を渡って、で、あのね、そのウーバーとかね、あのホテルの人に聞いてもね、おすすめがここだよね。まあ値段はね、決して安くはないんだけども、質のいいね、料理が出てくるあのレストランでした。ここだね、クラブレストランということでね。で、ほら、実はこれ、上の方に登ってくんだよね。2階なんだよね、2階席なんだよね。で、海をね、眺めながらね、ご飯を食べられるっていうところです、フランシスカ。で、ここのね、ご飯については写真でちょっとお見せするね。こんな感じのね、食べ物屋さんというかシーフードなんだけども、そしたらね、フランシスカンのね、横のところまで一回戻ってきました。で、簡単な話でね、こちらにね、ただあとはまっすぐ進めばいいだけって話だよね。で、ここの位置なんだけども、ほら、あのアルカッポネのね、アルカトラズ島が見えるよね。アルカトラズ島があって、フィッシャーマンズワーフのね、あのランドマークみたいなのが南側っていうことだね。この通りだね。だから実に距離にしてね、もう本当にあの100メートル以内のね、あの範囲で今動画を撮ってるんだよね。はい、見えるよね、見えるよね。あのわざわざ戻らないからね、あれだね。フランシスカンのね、あのご飯の動画っていうかはね、あの人と一緒にいたんでね、動画は撮ってません。というのも、いつもお話ししているように、私はあの YouTuber ではないので、人と一緒にいるときはね、写真とかね、まあ、写真は撮るにしても、動画とかは撮らない人なんでね。はい、そしたらこのまま真っすぐ来るとね、あの中には私入らないよ。まっすぐこうやって進むと、だから潜水艦があるね。ほら、ね、ちょっともうちょっとこういう風に見てみようか。潜水艦でーす、ね、そしたらもっと奥の方に進んでみようね。基準があるね。で、サブマリンツアーってなってて、一応私は入らないけども、値段見てみると、一般が20ドルでね、あのシルバー、お年寄りの方が12ドルってで、ね、あの軍隊の方は10ドルとかね、学生が12ドルとかね、そんな感じで書いてるね。ほら、まあ、私ね、学生証を持ってるんでね、あの安くは入れること入れるんだけどね。で、潜水艦のね、後ろだね、後方部だね、これがね。
そしたらね、またね、大きな船があるね。で、目の前がね、アルカトラズとね。ね。このままちょっとどんどん進んでみましょうね。はい、ああなんかね、それっぽい、まあこういうな、なんていうの、その説明文みたいなのがたくさんね、さっきも置いてはあったんだけども、第二次世界大戦のことが書いてるね。そしたらね、船のところの方まで来ました。なんかいかにもね、第二次世界大戦っぽい絵だよね。飛行機に女性のね絵をつけたり、まあ、戦艦とかにも絵をつけたりって感じだね。まあどんどん進んでいきましょうね。とりあえず私は入らないからね、はい、とりあえず行き止まりのところまでね、ちょっと行ってみようね。で、ここの料金なんだけども、一般だと20ドルで、ご老人が12ドルで、学生が12ドルとかね。で、まあ値段がこんな感じで、まあ中がね、見られるよということです。で、今回はね、ちょっと私はね、入らないのでね、この船の中にはね、あと潜水艦にはね、とりあえず今日は戻ります。アメリカの方だね。これはね、潜水艦に積んであった魚雷だよね。で、こんな感じだね、全体像が。で、もう一つなんか魚雷があるね。これも積まれてたもんなんだね。はい、でっけえよな。何メートル、3メートルくらいあるのかな、この魚雷ね。これらの魚雷ってね、ほら、この潜水艦なんだけども、結構な潜水機を上げててね、まあその船の種類はわからないけども、6隻に、4隻に、ダメージ、沈んだ船が日本側は6隻だね。でダメージ、4隻。ただね、潜水艦って言ってもね、まあ輸送船をね、沈めたりするわけだから、これがね、この6隻のうち全てが、戦艦かっていうとそうでもなさそうだね。で、あそこにさ、潜水艦と船があるよね。で、その隣にね、博物館みたいなのがあるんだよね。で、博物館のね、潜水艦のね、博物館の中だね。そんな大きくはない、もう一部屋って感じなんだけども、これはさっきの後ろ側のね、船だね。で、沈めたね、船が6隻、ダメージ与えた、損傷与えた船が4隻という、これがね、さっきも映したけども、さっきの潜水艦だね。で、潜水艦のその、なんて言うんだろう、浮上と何、沈む様子が書いたものだね。これでこんな感じで、博物館自体はだからまあ狭いよね。一つの部屋っていうか、本当に一つの部屋だけだからね。まあなんかこういうふうな昔の絵って好きだよね、私は。ほらね、1943年44年46年48年2007年。あ、これあれなんだね、お互い手紙をね、出して今に至りますよみたいな感じなんだね。ほら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 。で、これがね、機銃だね。よく映画とかに出てくる機銃だよね。こういうふうに肩ここに当ててさ、ここ肩当てる部分だね。で、ここでこういうふうにこうなんかそれっぽい動画になってるけど、こうやってピーって自分で合わせて、ここでえいっていう感じだよね。で、顔入れられますよみたいな感じ。はい。で、そこで左折するとね、ほら
さっきの潜水艦とあの輸送船みたいなのがね、あるよね。昔はさ、カニ安いね、3つでさ1ドルだよ。でね、そんなねアメリカ人この当時ってさ、あの海産物食べなかったと思うんだよね。だからやっぱり安いよね。今の食べるからね、たくさんで魚とかね、やっぱりお寿司とかの影響もあるしね。でね、サンフランシスコで食べられるカニってね、こんな感じのカニなんだよね。あの日本のさ、毛ガニとかタラバガニとは違ってさ、なんかあの上海ガニとかみたいな、あの甲羅がチュルチュルしてるカニだね。ほら、ここではね、こういうカニが食べられるんだね。これ美味しそうだね。12度とかね、いろんなものがね、シュリンプカクテルとかね、ほら朝だからいろんな種類のものが売ってるね。でちょっとね、違う方向からね、見てみようか。このフィッシャーマンズワーフのね、あのランドマークみたいなのあるよね。でお店がね、ずっといつもこっち通ってたから、全体像って見えなかったんだけども、こんな感じになってんだね。でレストランが並んでて、でホテルの人とかがね、おすすめで、ウーバーの運転手とかもおすすめしてたフランシスカンっていうのがここにあるんだね。そう、サンフランシスコのね、時給って高いんだよ。スタートが16ドル50セントから始まって、多分これね、すぐ研修終わったら18ドルになるよっていう、感じだよね、時給が。でここのね、別にイン&アウトバーガーが特別な話ではなくて、基本的にサンフランシスコの時給ってだいたい18ドルって言われるんだよね。サンフランシスコはさ、その時給とかもね、バイトの時給とかも平均18ドルとかって言われてて、高いは高いんだけども、生活費が高いからさ、あと家賃も高いからさ、だから年収1000万とかね、よくこちらの人よくもらってるっていう話を聞くんだけども、でも生活レベルとしてはもう普通のレベルみたいな感じ。どうしてもね、物価がやっぱり高いからね。それではね、本日の動画これで終わりにします。おやすみなさい。